羽賀賢治、羽賀賢治、こと本名東間三夫、東間三夫、容疑者63歳が、差し押さえを逃れようと虚偽の登記をしたとして逮捕されました。羽賀賢治容疑者、63、逮捕差し押さえ逃れるため嘘の登記をしたなどの疑い山口組系行動会参加の暴力団稲葉寺一家総長ら6人と、 逮捕されたのは、賀賢事こと本名東間幹雄容疑者63歳と、山口組系行動会傘下の暴力団稲葉寺一家の総長松山萌容疑者69歳ら7人です。警察によりますと、東間容疑者らは去年共謀して、差し押さえを逃れるため嘘の登記をした強制執行妨害などの疑いが持たれています。東間容疑者は25日、沖縄県にいたところを逮捕され、 愛知県に身柄を移されていました。